ございます。本日はですね、ノースフェイス堀江店に今から行きたいなというふうに思います。で今日はですね、蜘蛛の糸のダウンジャケットが、堀江店に来ているので、まあ、それを見に行くのが目的なんですが、行きます。今日が9月の30日で、明日が10月なんですけど、一応10月の1日までは展示やってるらしいので、まあ、ギリギリ間に合いました。で僕のオンラインサロンで関西にお住みの方がいらっしゃるので、まあ、その方と一緒に行こうかって言って合計で3人で一緒に見に行くんですが、まあ、今日は平日なのでゆっくり見れると思いますので、関西に来た蜘蛛を見に行きたいなというふうに思います。では行きます。はい、それではですね、堀江の方着きました。久々の堀江で、多分ノースフェイスの堀江行くのは数ヶ月ぶりぐらいだと思うんですけど、まあ、ノースフェイスの堀江に行くということは一軒寄りたいお店もあるので、まあ、そこもちょっと行くとは思うんですが、まあ、先にサロンメンバーとちょっと合流したいなと思います。いてるかな。実はですね、ほんまは嫁も見に行きたいって言ってて、で嫁も実はムーンパーカーの予約してて、実際触ってみたいって言ってたんですけど、まあ、今日は来られへんって言って残念がってるので、まあ、その分もしっかり見ていきたいなと思います。で、あそこの角を右に曲がるとノースフェイスですね。で、あそこの角を左に曲がると、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、綺麗なお姉さんのカフェがあるという感じになってます。でもちろんのことながらこうやって急いで来たので、まず最初は、綺麗なお姉さんがいるカフェに行きたいなと思います。で、蜘蛛の糸のダウンは二の次なので、まあ、先にカフェのお姉さんのとこで合流したいなと思います。さあ、いてるかな。あ、おったー。よし、映しても、今撮ってるんですけど、映しても大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。合流しました。じゃーん。顔隠してた方がいいですかね。大丈夫です。仕事とか。あ、全然いいです。いいですか。合流です。じゃあ撮ってもらってます。行きます。はい、お姉さんには後で許可取ります。はい、はい、あ、また撮られてるで、いいっすよ。いいっすよ。あ、いいらしいです。あ、どうも。あ、みんな楽しみに待ってるから。そうですか。はい、でしかも結構みんなその曜日とか覚えてて、月水金2時までしかという感じで今からこう行きます。3番4番はフルーティー、甘みと酸味のコーヒー。エチオピア。エチオピア。はい、じゃあエチオピアソフトで、はい、じゃあエチオピアのアイスお願いします。これ何杯目のコーヒーですか。初ですか。今のは3、4回目、人生3、4回目のコーヒーいただきました。お姉さん、お名前は何ですか。あ、フルネームなんや。ありがとうございます。春子さんでした。新人です。ありがとうございます。エチオピアホットの、はい、あります。安定感、安定感、安定感あります。3年半なんで。看板娘。やった、嬉しい。私どうかあまり食べないんですか。僕別にそんな嫌いでも好きでもないっていう感じですかね。お腹空いたら食べる。あ、そうです、そうです、そうです。大の男2人がチョコレート。チョコレートケーキです。かわいらしい。甘党ですか、2人とも。甘党です。甘党ですね。やっぱり。あ、やっぱり。2人映りそうですか、これ。いや、もうちょっと寄ってもらったら。あ、もうちょっと、はい。あ、映ります。こういうものこれ、全然映しました。はい、この光、ちょっと、どうですか。ここは、これでしょ。もう、ちょっと、まあ、こっちにいるのかな。若者のことなんか、というか、次の将来のことになる。あ、いい感じ、いい感じです。企業、いいですか。はい、いい感じです。これ、赤の点、入ってますよ、線。何喋るんですか。入ってますか。はい、すみません、ありがとうございます。何話しますか。あ、話何ライセンの紹介とか。あ、内部の教えてもらう話しましょう。だからお皿とか、了解です。
ほんなんでも行きますね。はい、コーヒーカップさん。はい、それではですね、隣に来てもらいました、あずさんです。はじめまして。いや、もう何回も出てる、あの人気のみんな。ありがとうございます。で、ライブやってるんですね、最近。そうなんですよ。ライブを、カフェのライブをしたいなと思って。やけどやり方がわからん。そう。で、今ここからここで教えるっていう感じなんです。そうなんです。教えてほしいなと思って。この前の、はい、なんか、ここはコーヒーショップです。うん、あの、豆を扱ってますとかっていうのを。日本語そうそう。なんかコメントをつけた方がいいのかなとか言いながら、ここにどうやったらこう。なるほどなるほど。ほんなら、ライブはインスタでしたっけ？インスタです。なんで？あずさん個人の、うん、とこのウィズ残念。ほんなら、じゃあそのインスタ見せてください。あ、少し思ったらあかんのかな。うん、うん、だから、良さ消えてるから何言ってるか全然わからへんから。ちょっとわかんない。え、だから、あずさん普通に喋ってるの、そんな今こういう感じで喋ってるの結構みんな好きやから。あ、こんな感じで、うん、じゃあ誰かと多分喋ってるのを撮られる方がいいかな。あ、そうかもしれないですね。そう、だから一人こう映されるとめっちゃ緊張するから。でも言うと今これって回してるんですよ。でもこんなんとか全然いけるかなとか。これは全然大丈夫で、これの画面見えてるバージョンでインスタやってる。ライブ顔見えたら恥ずかしい、うん、ちょっとめっちゃ意識しちゃうよね。インスタライブもう日にち決めてやっちゃいましょうよ。ほんとは二方さん来てくださいよ。一人でちょっとね、ちょっと不安だから。あ、そこに出させてもらっていいですか。もちろんもちろんね。あずさんがいてるんやったら、うん、来てくれますか。はい、平日の昼間月水金の10時、2時。で、こっちのじゃあライブをやりつつ、僕の YouTube のライブも生で流します。で、同時でライブでやります。すごい。また近々そのうちあのライブするかもしれないので、楽しみにしててください。はい、また日にちは追って説明したいなと思います。はい、以上、あずさんでした。はい、スライドでした。はい、ではですね、今外出てきて、すいません、回します。はい、どうぞ。では外出てきて、今からムーンパーカー見に行きたいなと思います。もうメインがカフェみたいになってましたが、一応メインはムーンパーカーですね。なんか向こう側に確か展示されてるんですよね。あったあった、正面からあります。あ、そうですね。やっぱり、やっぱり。では、カフェ行きたいなと思います。買ってるんだけど、はい、それ、買うやん。ほとんどそれのせいで、はい、戦後が楽しいですね。スタートの2人具合とか今の感じだとちょっと残すかなと思うんですけど、慣れてからの感じの方が多分いい感じになるから、汚れもいい感じになってきて、ちょっと硬そうですね。硬そうだから肌心地的にちょっとムズないみたいな、デニム感が出ちゃうから。最初は多分完成形じゃなくて、今後完成していって日焼けもしていって、そっからの味かな。あの気なりは日焼けしますね。ですよね。それがいい味になるかなと思ったりしますよね。まあ、そこ計算されてるかどうかわかんないですね。結構これは私の中が死んだ方が死んだ。気になりますね。はい、それでは最寄り駅まで帰ってきました。すっかりあの暗くなっちゃってですね、楽しくビールを飲んでしまってました。で、今日はですね、あの何が目的かちょっとわからなかったんですけど、まあ、メインはあのちゃんと蜘蛛の糸のダウンを見に行くっていうのがメインやったんですけど、まあ、それ以外にもそのサロンメンバーもそうやし、あのカフェのお姉さんもそうやし、でカフェのお姉さんがなんか今度ライブやるって言ってたんで、一緒にライブやりたいって言われたんで、まあ、また近々またライブやると思いますし、で、まあ、それはいきなりやるかもしれないんですが、あのカフェのお姉さんに出てもらいたいなと思います。まあ、そのライブは多分おそらく昼間にすると思うので、まあ、夜はしないんですけど、まあ、そんなんもするかもしれんっていう感じで、まあ肝心のダウンの感想なんですけど、ダウンが結構思ってるよりなんか近未来な感じかなと思って、そんな感じでもなくて、結構ゴワゴワした生地な感じで、でなんかおお、これが蜘蛛の糸使ったダウンかっていう感じだったんですけど、まあ確かに触ったことない感じの、生地感やったんで、なんと表現していいか分かりませんが、もっと近未来ななんか薄い感じかなと思ったら、意外とゴワゴワしてる感じだったんで、まあうまくは説明できませんが、また嫁にもそんな感じでどんな感じだったか説明したいなと思います。ということでですね、まあ今日はですね、ノースフェイスの蜘蛛の糸のダウンが展示されているので、
まあ、見に行ってみたという動画になってます。はい、まあ、僕も個人的には応募してみようかなと思いますので、見てもらってありがとうございました。